日本で使用される女帯の一種。別名、細体、四寸体。波幅を半分に折って仕立てることから言う。基本的に公的な場では羽織り、内掛けの下に結ぶ時など見えない部分での使用を除き、使用されない略式の帯であり、木綿や博多式などで仕立てる。一般には浴衣、ウール、紡ぎ、かすりなどに結ばれ、文庫結び、替えの口、 一文字結びなどのボリュームの出ない結びをするため、帯締め帯揚げは使わずに済ませることが多い。長さは3メートル60センチメートル程度が標準だが、浴衣ファッションのブームによりアレンジのしやすいように長くなっている傾向がある。民用などの舞踊には華やかさを出すため、エヴァの浴衣に錦などで仕立てた半幅体を結ぶ場合が多い。これは、 民衆の習俗として登場した舞踊が舞台芸術化するにつれて衣装などの外形は保存しつつも舞台映えする華やかさを要求された結果でありこの例があるからといって半幅体が晴れの衣装として一般的に認識されたわけではない。阿波踊りの女踊りでは一般の浴衣や蒸気の舞踊と異なり襦袢、裾除け、鉄鋼をつけ 黒ジュースの半幅体をカルタ結びに結ぶ場合が多い。成人式、卒業式、等で女袴を履く場合に、袴の後ろ姿を美しく見せるために一文字結びをし、その上に袴を乗せる。二式が使われる場合もある。男性の格帯の代用として、半幅体が晴れの場に登場した姿である。ありがとうございます。